はい、どうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はタイムスリップ第6弾の登場イベントはアニバーサリー総選挙に絡ませてきたということで、アニバーサリー総選挙の攻略法を解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずアニバーサリー総選挙の解説に入る前に本日の更新情報を見ていきましょう。まず一つ目がメンテナンスの延長。サーバー更新作業に時間がかかっており延長となりました。メンテナンスの延長は珍しいのでたまには仕方ないと言えるでしょう。そこまで長くはなかったのでお詫びがあるかどうかは不明です。続いて2つ目が様々なガチャの登場。パープロの引き念福袋リアルタイム対戦ピックアップスカウトが登場しています。全て予想通りの更新となったので特に驚く部分はないでしょう。基本はスルーで大丈夫です。続いて3つ目がタイムスリップ第6弾の登場。ガチャ形式は予想していた通り40連名自チーム確定となっています。今回はランキングが用意されていないため欲しい選手がいる場合はガチャを引く必要があるでしょう。累計でもタイムスリップ第6弾の選手が手に入るため軽く選手評価をしていきます。まずはオリックス小林選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B となっています。デフォルト A 能力はなく称号でも届かないということでリーグ面は厳しいでしょう。球種の方は6球種となっており限界突破なしで中継ぎも可能となっています。スタンダードな球種のためリアタイ面も厳しそうです。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてソフトバンク若田部選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B となっています。若田部選手もデフォルト A 能力はなく称号でも届かないということでリーグ面は厳しいでしょう。球種の方は6球種となっておりスタンダードな球種となっています。特殊能力の方にはコントロールがありますがリアタイ面は厳しそうです。続いて西武石井選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B プラスとなっています。デフォルト A 能力はなく称号で球威スタミナ同値が可能です。球種の方は7球種となっておりツーシームと大きめのスラーブを持っているためリアタイ面は悪くないでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて楽天斉藤選手、リーグ評価 B、 リアタイ評価 B プラスとなっています。デフォルト A 能力はなく称号でも届きません。球種の方は5球種となっており限界突破で抑えが可能となっています。特殊能力の方には超大ピンチ20丸がついているため発動すればそこそこ使えるでしょう。続いてロッテ大松選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 B となっています。デフォルト A 能力はなく称号でパワー A が可能です。守備の方はメインのレフト適正 D となっており限界突破でライトが可能となっています。特殊能力の方はご覧の通りとなっておりリアタイで使うのは厳しいでしょう。続いて日本ハム片岡選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 A となっています。デフォルト A 能力はありませんが弾道ラインドライブが魅力的です。守備の方はメインのサード適正 B となっており限界突破でファーストが可能となっています。リアタイで使いやすいと言えるでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてヤクルト川端選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 B プラスとなっています。デフォルトミート A に乗っているということでリーグで使いやすいと言えるでしょう。守備の方はメインのサード適正 C となっており限界突破で内野全ポジションが可能なユーティリティとなっています。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて横浜春選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 B プラスとなっています。デフォルト A 能力はないですが全体的なステータスが高めです。守備の方はメインのセンター適正 B となっており限界突破なしでライトレフトも可能となっています。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて阪神福原選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 B となっています。デフォルト A 能力はなく限界突破で中継ぎが可能です。球種の方は4球種となっておりスタンダードな球種となっています。特殊能力の方には超大ピンチ20丸がついていますがリアタイ的には厳しいでしょう。続いて巨人宮國選手、リーグ評価 S、 リアタイ評価 B プラスとなっています。時期的に使う方は少なそうですがデフォルト全動値はリーグでかなり強いでしょう。球種の方は6球種となっており限界突破で中継ぎが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて広島そよぎ選手、リーグ評価 B プラス、リアタイ評価 B プラスとなっています。デフォルト A 能力はないですが全体的なステータスが高めです。守備の方はメインのショート適正 B となっており特殊で A が可能になります。限界突破でセカンドも可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて中日関川選手、リーグ評価 A、 リアタイ評価 B となっています。デフォルトミート A に乗っているためリーグで使いやすいでしょう。守備の方はメインのセンター適正 C となっており特殊で B が可能です。限界突破でライトレフトも可能になります。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。低弾道のためリアタイ面は厳しいでしょう。
本日の更新情報タイムスリップ第6弾選手評価は以上となります。続いてアニバーサリー総選挙の攻略の方に入っていきます。まずこのイベントがどんなイベントかというと、 V ロード試練チャレンジカップで試合を行い、投票権を手に入れます。手に入れた投票権を使用してアニバーサリープレイヤーで出てほしい選手に投票をするイベントです。各球団投票数が多かった上位2名がアニバーサリープレイヤーで登場するため、重要なイベントだと言えるでしょう。ということでポイント解説の方に入っていきます。ポイント1つ目、投票できる選手に関してです。投票は全選手にできるわけではなく、各球団ピックアップされた20人の選手に投票可能となっています。セレクション第1弾第2弾夏のヒーローセレクションで登場した選手は投票の対象外となっているので注意が必要です。また西武の山川選手なども対象から外れているため、影響を与えるポイントだと言えるでしょう。続いてポイント2つ目、試合は必ず自走査を行いましょう。試合後にもらえる投票権の枚数は試合後の調子くんの採点で決まります。採点は活躍ゲージを貯めているほど高得点が出やすくなるため、必ず自走査をするようにしていきましょう。活躍ゲージが採点に影響を与えるのは活躍ゲージ700までとなっているので、それ以降の操作はスルーしても問題ありません。続いてポイント3つ目、投票のコツに関してです。欲しい選手に投票を行うイベントですが、自分だけの票ではある程度限界があります。そのためイベント終盤に得票率で争っている球団の選手の欲しい選手の方に票を入れるのが最も効果的だと言えるでしょう。少しでもラインナップを豪華にしたい方は割り切って意味のある投票をしてください。続いてポイント4つ目、今回の主な報酬に関してです。まとめると45エナジー S ランクタイムスリップ契約書、 A ランクタイムスリップ選択契約書2枚、 A ランクタイムスリップ契約書2枚、ゴールド契約書となっています。これにプラスアルファで投票のたびに投票報酬がもらえる形です。投票報酬でエナジーバックのチャンスがありますので、走ってもいい育成系イベントだと言えるでしょう。続いてポイント5つ目、イベント期間中は V ロードと試練のどちらがおすすめかに関してです。今現在経験値 1.2 倍ではありますが、倍率があるため基本は V ロードを回るのがおすすめとなっています。30日からは経験値 1.5 倍になるため、さらにおすすめになるでしょう。ただ育成したい選手が少ない方は試練を走っても全然問題ありません。各自の状況に合った判断をしてください。ちなみに自分は育成したい選手が少なめのため試練を走る予定です。続いては投票権を何枚か集めてきたので、アニバーサリー総選挙を実践の方をしていきたいと思います。まあ自分の票でねランキング変わるっていうことはそうそうないので、競っているところに投票していきましょう。まあ今だと楽天がちょうど競っているので、まあ則本選手の方が自分的には欲しいので、こちらに入れていきます。まあ競っているところに投票していくのが、まあこだわりない方はおすすめです。でまあさらに言うと、まあさっきも言った通りイベント終盤にね投票していただくと、まあさらに効果が強まるんじゃないかなと思います。まあただその分ね累計回収とかもこういうの遅れてしまうので、まあ自分はもうめんどくさいんで、まあ溜まったらすぐ投票していく感じでいこうと思います。まあ今ちょっと適当に投票はしてしまってるんですけど、もうちょっとしっかり見てから投票はしたいなと思っています。まあとりあえずあと2回分使い切りましょう。まあエナジーがあんま還元してないですが、まあある程度返ってくるイベントなので自分は走る予定です。アニバーサリー総選挙のポイント解説、本日の動画は以上となります。イベントの内容は把握できたでしょうか。アニバーサリーのラインナップがこのイベントで決まるということで、重要なイベントになると思います。いい結果になるように頑張って投票をしていきましょう。また投票を呼びかけたい選手などがいれば、この動画のコメント欄も活用してください。この情報が良かった方、アニバーサリープレイヤーが豪華になってほしい方は、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。